Are you ready? Yeah.
けてみよう。おめえならやる。よし、行くぞ。ほら、もううかうかしてらんねえな。もう一丁だ。ほら、もううかうかしてらんねえな。とっておきだ。キャッホー。おい、ダッサイ。ほっほっ。Thank you.
おめえの力を見せてくれ。サムスコツ掴んだみてえだな。スピッデンカスピードスピッ行ってみっか。ほらワクワクしてきたぞ。本当だ、引き入れてやるよ。ベジータのやつ、確かにこの辺りにいるはずなんだけどな。おい、あれ見ろ。ベジータ、あなたの命もこれまでですよ。いかん。あなた、皆さんお揃いのようですね。ですが、惜しいことをしました。ベジータはあの女の餌になる前に処分しておきたかったのですが。あの女の餌？もっとも餌という意味ではあなたたち全員がそうなのですけど。いい機会です。ここで全員始末して差し上げましょう。お待ちください、フリーザ様。我々もお手伝いいたします。リフューズ。バーカー、チーズ、リリダー、ゲニュー、リフラーソッパッド、ゲニュー。相変わらずというか、なんというか。なあ、クリリン、あれ意味あんか？まあいいでしょう。では全員まとめて始末するとしましょうか。
れ替えてやる。なるほど、セルが苦戦した理由が分かりましたよ。まさかここまで力を引き出すことができるとは。残念だったな、フリーザ。ここで始末されるのは貴様の方だ。今から貴様は消えてなくなるわけだが、その前に教えろ。おや、何です？俺たちがあの女の餌になるとはどういう意味だ？21号の目的は俺たちを倒すことではないのか？いいでしょう。私に前線したご褒美に教えてあげます。フリーザ様、こいつらに情報を与える必要は。いいではないですか。こうして恐怖心を煽ってやるのも一興です。あの女、あなたたちに合わせて21号と呼びますがね、21号は人間を捕食することで戦闘力を増強できるのです。なんだって？主にお菓子に変えて食べるようですがね。まったくふざけたやつですよ。なるほど、そういうことだったのか。マジかよ、そんな方法で力を吸収するなんて。まるでセリアブーみてえなやつだな。だがそういうことなら、21号に捕食される前にこいつらを見つけられて幸運だったわけだ。バカなことを言わないでください。21号はおる、あなたたちにやられるつもりはありません。逃げるつもりか、フリーザ。ミーミーさん、お任せください。グルド、金縛りの術だ。しまった。それでは皆さん、近いうちにお会いしましょう。俺が気を失っている間にそんなことがあったのか。だが隙をつかれてフリーザに逃げられるとは、貴様ら相変わらず爪が甘いな。グルドの超能力のことはナメック星で戦って知っていただろうが。いや面目ない。ちょっとベジータ、あんまり偉そうなこと言うもんじゃないわよ。あんたなんか、みんなが頑張ってる間、グースか寝てただけじゃない。まあ、今は夫婦喧嘩してる場合じゃないっすよ。そんなことより、
21号に逃げられてから随分時間が経っている。ああ、フリーザの話が本当ならかなりパワーアップしてるかもしれないぞ。そうよ、早いとこやっつけないとまずいんじゃないの。やっぱ21号の気が探れねえんだよな。その21号とやらがどれほど強くなろうと俺がぶっ潰してやるまでだ。やれやれ、カッコつけちゃって。言ってもよ、おめえずっと寝てたから21号のこと知らねえじゃねえか。パカッと、貴様は黙っていろ。ベジータ、自信があるのはいいが、21号と戦う前にリンクに慣れておけよ。今の俺たちはリンクをしないと力が出ないことを忘れるな。ふん、そんな戦い方は気に食わんな。波動の発生源がわからないのだから諦めろ。チッ、おいおい、喧嘩すんなって。それによ、ベジータ、おめえがフリーザにやられそうになった時守ってくれたんはピッコロだぞ。自分の都合で勝手にやったことだろう。俺には関係のないことだ。ああ、そうだな。それに貴様に礼を言われても気持ちが悪いだけだ。なんだと？はは、確かに気持ち悪いな。ふん。なあ、みんな、とりあえず今はさ、居場所の分かってる敵をなるべく倒しておかないか。21号が強い相手を捕食してこれ以上強くなるのを防ぐ。確かにそうだな。クローンと戦うことでリンクの練習にもなるだろう。よりによってこの俺が他人の手を借りなければ戦えんとは。やむを得ん、今回だけだからな。お前どうやら今の状況が分かってないようだな。波動とやらを何とかするためにも真面目にやれ。お腹すいた。ベジータ、お菓子は？そんなもの持っているわけないだろうが。じゃあ俺戦わない。付き合ってられんな。だがこいつも今は貴重な戦力だ。何かやる気にさせる方法があれば。そうだ、おいブー、もし一緒に戦うなら世界一美味しいものを食べさせてやるぞ。世界一？それチョコやケーキよりうまいのか。当然だ。俺頑張る、頑張ってうまいもの食べる。悪いやつ全部やっつけてやるぞ。
世界一か。ビルスたちと違ってブーはいろいろ食べているだろうしな。何を食べさせるか後でブルマに相談するか。早くおいしいもの食べたいから急いでお前を倒す。確保しろ。チビたちだ。すぐにブルマさんのところへ連れて。おっ、ソン、敵だ。見逃してくれる気配はなさそうだな。仕方ねえ、まずあいつを倒すとすっか。
何してるの？あ、トランクス。無事でよかった。ここどこ？お兄ちゃんは？あ、ピッコロさんだ。二人ともよく来て。というわけで、今の俺たちはリンクなしに戦えない。知らない奴を体に入れるなんて嫌だぜ。そんなことしなくても俺たちフュージョンすれば戦えるって、ま、うん、トランクス君、僕たちの力見せてあげようよ。よし、行くぜ。うん、フュージョン。はい、それはダメだ。ボールにできる相手がいない。せっかくピッコロさんもいるのに。まあ、飛行機の中だしな。もうちょっとおとなしめな技で。ミラクルパンチ。あ、あれ言っただろう。今のお前たちはリンクなしでは武空術すら使えないはずだ。そんなわけないだろ。無駄だ。リンクを受け入れろ。ガーン。気に入りませんが、今だけは感謝してあげましょうか。あなたたち二人を始末する絶好の機会を与えてくれたのですからね。ふん、始末するだと？それはこっちのセリフだ。ようやく貴様をこの手で叩き潰せるんだからな。いいでしょう。どうしても死にたいというのなら。ちょっと待った。何ですか、いきなり。カカロット、貴様邪魔をするな。いつの間にベジータが先に戦うことになったんだ。知るか、そんなこと。くだらんちゃちゃを入れるな。この前フリーザが来た時も貴様が邪魔をしたことを忘れたのか。あん時は悪かったって。でもあんするしか。いいから黙って引っ込んでいろ。それで貸し借りなしにしてやる。そんなこと言うんならさっき助けたんで、もうチャラじゃねえか。おめえが動けなくなってっときフリーザの攻撃から守ってやったろ。黙れ。貴様少しは遠慮を覚えたらどうだ。この間といい今といい、俺に最後まで全力で戦わせろ。そんなケチケチすんなって。ちょっとだけ先に戦わせてくれよ。貴様のちょっとは当てにならん。いい加減に諦めろ。いい加減にしろ。この私を待たせて口喧嘩とは、いい度胸ですね。あなたたちのそういうところが忌々しくて仕方がないんですよ。そこまで戦いたいというの。二人まとめてかかってきなさい。私の手でひねり潰してやる。
めえの力は見せてくれ。頭痛つかんだみてえだな。もう一つ、いい修行になったな。次は最後だ、受け入れてやるよ。気を緩めるんじゃない。すまねベジータ。来るぞ、目の前の敵に集中しろ。
のブーと戦うことになるなんて思わなかったぞ。ウェブはみんなの力借りて元気玉で倒しちまったからな。では自分だけの力で倒したすっか。カカカロット、だんだんするな。つまつまあるかのフロントは様子が違うぞ。そっか、地理なんかねえと思ってんだ。ならば、あれを見ろ。
ご先祖様、これは。ああ、これはまた随分禍々しい木じゃの。まるで今地球上にいるあらゆる戦士の木をかき集めたような。戦士の木を、あやつらが倒したはずのフリーザ、そしてセルという人造人間、特に魔人ブーの木に近いものが強く感じられるの。ブーの木、おやもやしておるとやらかいなことになるかもしれん。そんな、これの中にはなるようにしかなる。見守ることが神の本部、あやつらを信じるしかないの。頼みますよ、ご苦労さん。